どうも、しゅんです。こんにちは。うずうずの岡本です。こんにちは。よろしくお願いします。今日は、面接の、対策動画を撮らせていただきたいなっていうふうに思ってまして、はい、別室で、なんですかね、浜井さんという方が面接をしているので、はい、その動画映像を見ながら、はい、岡本さんに面接のフィードバックと、はい、面接を受ける上のポイントみたいなことをお聞きできたらなっていうふうに思っております。失礼します。こんにちは。どうぞ。あ、入ってます。はい、入ってください。よろしくお願いします。これ意外とすごい大事なところなんで、はい、お伝えしていこうかなと思ったんですけど、はい、最初の挨拶すごい良かったんですよ、はい、ニコッとしててなんですけど、挨拶終わってこう相対した瞬間ですかね、面接官と、はい、その時に口がですね、なんですか、こうへの字の口になっちゃってたんですよ。はい、はい、では失礼いたします。はい、こわばってたっていうことですかね。そうです、そうです、はい、で、この表情をちょっと分かるか分かんないんですけど、こうなってるのをこうするだけで印象ってめちゃくちゃ変わるんですよ。口角を上げとく、はい、これも本当面接って緊張しちゃうんで、はい、口角下がりがちなんですけど、そのこうなんですかね、間の表情を意識するだけで印象すごく変わるので、なるほど、すごい表情柔らかい方なのにもったいないなっていう、はい、なるほど、なるほど。口角を上げて次面接を受けるということで、はい、はい、はいはい、では私の名前は浜井翔吾と申します。今、早稲田大学の教育学部の2年生でして、はい、29歳です。はい、就労いたしました。おー、いやー苦労しました。就労だけに苦労しました。就労だけに就労ですか。はい、就労いたしまして。めちゃくちゃいいっす。いいんすか。いいっす、全然あります。いいっすね、全然ありです。私は好きです。でもこれ、あの浜井さんのキャラクターだと思うんですよ。はい、出した方がいいっすね。いや、確かに。ちょっといろいろ経験されていること多いと思うんですが、今までで一番苦労されたことって何だったんですかね。はい、はい、まあ一番苦労したことですね、まあ一つに実は言い切れなくて三つあるんですけれども、よろしいですか。はい、はい、ここで、ポイントかなと思う部分が、はい、面接官からは一番苦労したことって聞かれてるんですよ、うん、だから一番苦労したことっていうふうに聞かれているんですけど、回答が3ついいですかっていうふうになってるんですよね。で、こうなると、3つに話が分散しちゃう。なるほど、なるほど。ので、すごいもったいないなっていうふうに思っているの、思っちゃうので、はい、1つに絞った方が良いかなって思ってます。確かに。で、そのうちのこう何に絞るかっていうところはこれからその3つの話が多分出てくると思うので、はい、その内容を、聞いた上でこの1つに絞っていったら多分いいと思いますよみたいな具体的なところがお伝えできると思うんですけど、はい、一旦はそこがポイントになるかなと思います。わかりました。確かに3つとも全部パンチ強そうですよね。3つめっちゃ強そうだなと思いました。めっちゃ気になりますね。、はい、じゃあちょっと見ていこうと思います。まあ、一つが高校時代のいじめ、うん、でもう二つ目が、まあ、会社時代の、まあ、待遇、あと、まあ、洗脳塾時代にだいぶ広い扱いを受けていたと、うんうんうん、まあ、その三つですか、ね、はい、高校時代の時のいじめについてもうちょっとこう詳しくお聞きしようと思うんですけれども、はいはい、なんか実際どんなような状況だったんですかね。まあ、私野球部に入ってたんですけど、はい、まあ、野球部でもいじめられましたし、うん、1年生の時のクラスと、まあ、3年生の時でもいじめられたんで3回いじめられてます。3回も、はい、高校3年間を通じて3回いじめられてるってことですか。そうですね、違う、はい、まあ、ところで違う環境で3校の環境でいじめられてしまって、うん、まあ、中でも野球部が一番ひどかったんですが、はい、まあ野球自体はそんなに強くなかったんですけど、まあ、結構そのカツアゲされたりリンチをされたり、まあ、野球部自体が結構そのやんちゃでして、はい、使ってるグローブがみんな盗品だったと、はい、なんかすごい格好ですね。すごい格好だったんですよ。はい、で私もその、まあ、彼ら帰りにコンビニに寄って万引きをずっとしてたんですけど、まあ、私がそれを断固としてちょっと拒否をしていたんで、まあ、多分おそらくそれが気に食わなくていじめの対象になって、スパイク、ボロボロのスパイクを、まあ、5000円とか6000円みたいな高値で買わされたりとか、グローブをドブに捨てられたりとか、はい、あとその遠征先で、まあ、打てなかった時に上半身、まあ、下半身も裸にされてホテルのロビーを歩かされたりとか、あの上半身裸にされて駅のホームで空気椅子をさせられたりとか。
もったいないなって私は感じちゃうんですけど、はい、いじめられてたら、いじめられるとすごくこう傷つくと思うんですよ、うん、傷ついて立ち直れない人すごく多いと思うんですよ、はい、なんですけどこの動画拝見してるとすごくこうそれを受け入れてこうなんていうんですかね、前に進んでる方だなと思うんですよっていう風な人だなって思うので、面接官だったら聞きたいことって何っていうと、それをこうどうやって乗り越えたかの部分が知りたくて、どんないじめだったかっていう具体のところよりもどう乗り越えたかとかの方が聞きたいんですね、はい、でなんでそっち聞きたいかっていうと、面接官は、何をこう面接で判断してるかっていうと、まあ、例えば、まあ新卒を採用する場合、新卒じゃなくても20代の若手を採用する場合で、即戦力の採用にはならないので教育コストがかかるんですね。うん、で企業はその教育をして、教育コストを払って時間をかけてでも育てて活躍してくれるようになりそうな人を取りたいと思ってるんですよ。なるほどなるほど。そういう人かどうかを判断できる材料を与えるんだって思って話す内容を決めてほしいなと思って。なるほど。初めに会うと結構こう精神的にもこう苦痛があったりとか、身体的に苦痛があったりとかするんですけど、はい、なんかそういう苦労された時にこう、販売さんとしては、はい、なんかどういう風に乗り越えていこうという風に意識して、その当時は過ごしてこられたんですか？当時はですね、正直乗り越える手段が自分には何も分からなくて見当もつかなかったんですけど、まあ、野球部を辞めた後に、まあ、2年生の9月にもうそれが嫌で辞めて逃げ出したんですけど、まあ、それからネットゲームにのめり込むようになりまして、まあ、睡眠時間3時間で、まあ、ずっと夜中の3時くらいまでネットゲームをするっていう、はい、生活をしていたんですけど、まあ、ネットゲームをしている人って結構大学生が多くて、で大学生に大学に行けば見返せるんじゃないかなっていう情報を、まあ、ネット越しにいただいて、ああ自分は大学に行ったらもしかしたら彼らを偉くなって社会的に見返せるかもしれないと思いました。このエピソードいいんですよね。ああそうなんですね。めっちゃいいですね。どこがいいと思いましたか？リアルなところがいいですね。まず最初になんていうんですかね、受け入れてない人、はい、自分の過去失敗したことを受け入れてない人って、まず最初にその時解決策が全然分かんなかったっていう素直な言葉が出せないんですよね、はい、それをスッて一発目に出せるっていう時点でも受け入れてる人なんだなってまず分かるっていうところでいいなっていうのと、はい、大学生の人たちがゲームしててその時に相談したら言ってくれたのが自分の中でこう全く見えなかったけどこう一筋の光になって進もうと思えたっていうのはすごくいいイメージがつきやすいというか、なるほどなるほど。将来これからこうなっていきたいなとか、はい、こういうキャリアを積んでいきたいなとか、こういう仕事に携わりたいなとか、何かこうなりたい将来像ってあったりしますか？はい、私は今教師になりたいと思ってまして、はいはい、というのも、まあ教壇で教えるだけの教師というよりは人生の教師になりたいと思います。この教師には、うん、反面教師も入っています。私の経験を、まあ、いろんな方に届けたいです。でその教師という選択肢が、まあ、私教育学部にいますけれども、うん、最初はもう教員という形で、教壇に立って教師に、はい、子どもたちに自分の経験をお伝えすることをばかり考えていたんですけれども、まあ、それだけでなくって今こうやって、まあ、YouTuber をさせていただいていて、まあ、腰痛いから腰痛バーでもあるんですけど腰痛いから腰痛バーでもあるんですけどいいと思います。いいですかね。きっと前職でもそのスタイルで落としてたんだろうなっていうのをそれだと想像できません。 YouTuber をさせていただく中で、はい、まあ、自分が将来接するであろう子どもたちよりはるかに多くの数の、うん、人に動画を見ていただいてその方の人生を間接的に救うことができるっていうことはすごく尊いことだなと思って、うん、私が経験を、まあ、こうやってお伝えすることで多くの方が自分よりすごい広い経験をしている方がいるんだなって、じゃあまだ自分は頑張ってるなっていう辛く今悩んでらっしゃる方の心に届くようなことができればとは思ってます、うん、面接全体で伝えたかったことはそういう自分の苦労した経験とかから、それをこうみんなに発信していって、それで悩んでる人たちが、それでも一歩踏み出そうとか頑張ろうとかっていうふうに思えるような
世の中にしていきたい、そういう情報発信をしたり、それを教える立場になりたいっていうところが、まあ、その人生の先生になるっていうのが多分ゴールだと思うんですよね、はい、っていうところでそこに、全体的につながるのがすごく大事、うん、で見返してやるっていうのが萌衣さんの原動力だったんだろうなと思ってて、早稲田に行くっていうのを決めたところもやっぱり自分の中で学歴コンプレックスっていうのが拭えなくて、でそれがずっと溜まってたものを早稲田大学に行って剥がすと思うんですね、高学歴だ、うん、でそうなってみたら、だからより多くの人に広げていきたいっていうところで自分の本当にやりたいことってなんだろうみたいな、うん、多分高学歴になりたいっていうのはゴールではなかったと思うんですね、なるほど、途中の過程であって、はい、でそこまで自分の中でコンプレックスとか、傷ついたものが消化できたから今次のステージに行けてると思うんで、そこに行けてる人の話し方をしてくれた方がいいなって思いました。なるほど、これちょっとすごい難しい表現になるんですけど、はい、総合的な評価として岡本さんが面接官であったとしたら採用するか否かっていう判断をいただけたらなっていうふうに思います。はい、じゃあいきますね。はい、ではお願いします。採用します。せん、なんですか。ですね、はい、なんで採用しないかっていうところだと、はい、私だったら今言ったフィードバック伝えてもう一回面接しますね。なぜそうするかっていうと、はい、誰かに何かを伝えるのってすごく技術がいるんですよね。こう伝えたいことがあるけどうまく相手に伝わらないっていう時に、その伝えるスキルをこう伸ばせる人なのかなとか、はい、もう向き合ってクリアしてる人だと思うんですよ、内面としては、うん、内面じゃクリアしてる方なんで、それをどう伝えるかって言われると、まだ練習してないからできてないんだけどっていうのは、はい、そんな悪いことじゃないかなと思うので、はい、それを伝えた上でもう一回話しましょうっていう風にするかなと思います。なるほど、はい、この動画を見ている学生の方は、学生とか求職者の方は、はい、ぜひ、参考にしてみてください、はい、ということで岡本さんありがとうございました。ありがとうございました。ということで岡本さんのチャンネルや、濱江さんのチャンネルも下の概要欄に貼ってあるので、よかったら覗いてみてください、はい、ということで今日の動画は終わりです。ぜひチャンネル登録お願いします。じゃあな、じゃあな。はい、実はございまして、うん、切実な質問なんですけれども、はい、私29歳なんですけど、29年間彼女ができませんでして。それは寂しいですね。寂しいです、はい、どうすればできますかね。どうすれば困った質問ですね。私もそんなに得意な方ではないんですけど。あ、そうですか。そうです、ね、ちなみにそのやっぱ出会いの場に行くっていうのが一番まず取っかかりとしては重要だと思うんですけど、はい、出会いの場にはそれなりに行ってたりするんですか。はい、そうですね、行かせてもらってはいるんですけれども、うん、まあダメですね、うん、というのもたくさんバッターボックスには待たさせてもらってるんですが、バッタバッタと気合えてるという感じですね。うん、だからダメなんじゃないですかね。